はいいじゃあよろししくお願いします、えー、今回は高校受験対策の理科の刺しシリーズ第14弾やっていきましょう、えー、今回5問ありますのでまず1回ね動画止めていただいて是非チャレンジしてみてくださいでやってもらった後に分かんなかったり不安なところがあれば今からね自分が全部解説していきますので聞いてもらえたらと思いますいいかなでは早速ねまず1番からやっていきますのでどうぞよろしくお願いしますじゃあいつも通りね画面下げますのでお待ちくださいいくよ ぴったり止めたのではっ、うん、まあ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 ね誤差の範囲内ですねよっしゃじゃあいきましょうまあ今回4番に化学反応式が入っております、えー、嫌いなんですが、えー、聞いてってください化学反応式特に高校受験レベルの化学反応式は自分のね思いだよまあ自分専門数学ですけど 化学反応式の問題だけの全生徒を解かせるようにさせたいの。で、10校誌の時からずっと思ってて、そうなんです。なので、あ,あと右上にね、ここがびっくりマークのところに、その化学反応式の授業、割と自分のチャンネルでは再生されてるやつなんですけど、あの、それも載っけときますので、ぜひそれもセットで見てください。反応式が苦手な方はね。まあ、その前に、まずね、えー、と、背骨を持たない動物についてやっていきましょう。えー、問題文。 バッタやザリガリイカのように背骨を持たない動物を何というか書きなさいとまあこれはもうこのままいきましょう背骨を持ってないのが無ねないって漢字をつけて無脊椎動物ですこれが答えちょっとギリギリだったなでやっぱりねセットで覚えておいてほしいのがこれの反対ですね持ってるのがその無を取ります 脊椎動物というのでこっちもね必ず覚えておきましょうでもう一丁ねバッタとザリガニ絡みでいきます、えー、バッタとザリガニの体の外側は外骨格って言いますこれ外骨格この言葉も覚えてくださいも、えっと、こっちの言葉だけで出されることもありますで外骨格という殻で覆われているとこいつの働きについて説明しなさいっていう、えー、まずどうしようかな答え先に書いちゃおうか答ええっと似たような表現だったらいいからね ポイントとしては外骨格はまず体を支えるっていうのが1個ですこれ絶対入ってなきゃまずい体を支えるっていう役割が1個そしてもう1個が支えてまあ体の中ね内部を、えーとまあ、守る保護するでいいか内部を保護する働き この2つが抑えられてれれば大丈夫ですこれね体を支えるっていうところと、まあ、体の中ね内部を守るとか保護する働きっていう部分を押さえておいてくださいこれが役割外骨格ねでちょっと派生した話をしていくとバッタとザリガニはさっきやったように無脊椎動物に入るんですがその中でもホニャララ動物っていうカテゴリーに入ります。 でこれも大事なんで覚えておきましょうちょっと手で消えちゃうかなこれでもっと細かく分けていくとバッタは昆虫なんで昆虫類になりますでザリガニはあのカニとかエビとかと同じで甲殻類っていうところに入るんですがその前に節足動物っていうグループでその中でまだ細かく分かれていくんですけど、まあ、これも覚えておいてください でその節足動物っていうところは外骨格がどうね殻で覆われてるのねこ,れはここつながっといてほしいんですけど、まあ、今回の答えとしては外骨格の働きだったのでこの部分が答えになります。で3番がちょっと出しておこうかね右上とかにねククルクスカの実験で,すでこれに関しては、まあ、ごちゃごちゃ長いんですけどめちゃくちゃシンプルですシンプル。 あのですねクルックス感のこの実験って何の流れが起きてるか何が流れてるのかっていうところがまず大事なので、ね、これが流れてるのは電電子子です電子まずこれ一個押さえて電子の流れなんだっていうのが一つですでもう一個電子はプラスマイナスどっちの電気を帯びてるんだっけっていうのがもっと大事。 で答えとしては電電子はですすねマイナスの電気を帯びておりますだからクルックス化の実験あったじゃないですかマイナス極が左側にあってプラス極が右にあるんですよこれ、えー、マイナス極とプラス極があった時に電子っていうのはこう流れてますマイナス極からプラス極の方に流れてるこれが流れね電子の。で今回いろいろ書いてあるんですけど別の電源用意して電極版 A だ上だね A を、えー、プラス極にしましたと。で、B をマイナス極にしましたとか。まあこれ他の実験でなんか、えー、U 字の、えー、磁石とかを近づけてとかいろんなやり方があるんですけど、まあ、A と B をプラス極マイナス極にしました。じゃあどうなりましたかって問題で、まず明るくなったと暗くなったのを削除です。削除。そこじゃない。今回の問題は。もうどっちに曲がるかだから。これクルックス感の問題って。 だから上に曲がるのか下に曲がるのかでここで大事なのが電子はマイナスの電気を帯びてるんだよねてことはプラスに引かれるんだわこいつマイナスだから私と違うものを持ってる人がいいっていうことですねってことでこういう風に曲がりますプラスに引かれるからだから今回の選択肢としてはあの電極板 A の方に曲がったこれが答えになります いいねこう電子よく出てくるからねここだけじゃないけどさあ、えー、今回の主役なのかな <laughs> 4番ね、えー、化学反応式いってきましょうで、えー、今回レベル1レベル2と書きました今回の問題になってるのは酸化銀ですね酸化銀は若干レベル高めですそうで今回あの受験に実際出されてたんでそのまま使いましたけどなのでその前段階として酸化度を一回確認させてくださいもし何も分かってるよって方は早送り あの右側トントンって 10, 10秒スキップできるからスマホだったらねでまず酸化銅っていうのを熱すると何かと何かに分かれますここをまず押さえましょうまあ名前でね分かりやすいですけどまず当然銅はいます銅でもう一個は酸素ですね酸化銅っていうのは酸素と銅がくっついたものです だから酸素がくっついた時金属とかにくっつくと全部酸化ってなるんだよね酸素銅ではなくて酸化銅ですだから先に言っちゃうと酸化銀も銀と酸素なんだよね、えー、酸素ちなみに銀がもともとあって酸素とくっつくことを酸化だよね酸素とくっつくことを酸化と言います で、酸素を取っちゃうことまあ酸素と分かれることね今酸素がくっついてたものを分かれることを還元って言いますちょっと今回は関係ないけどいいで化学反応式ですで化学反応式このね問題にチャレンジする権利としてはその化学式を覚えてなきゃいけません銅って何酸素って何っていうところですでまずこっち行きましょう銅は Cu 酸素は O2 です こうなりますこれはもう覚えるしかないです言い方と突き放した言い方で申し訳ないですけどこのぐらいは頑張ろういいもっと難しいややこしいのはほっといてもいいこのぐらいは頑張ろう H 2とかの水素もそうだけどねで酸化銅は、えー、CU と O です CUO ね CUO じゃないから気をつけてくださいで化学反応式っていうのは矢印ねイコール使っちゃいけませんだからまずここが第一段階です CUO が CU と O2 に分かれましたとであとここから数字がくっつくんだよね前にこうやって数字がくっついていきますで、ここでつまずくこもいるんですけどさ、えー、化学反応式はただのパズルゲームですパズルゲームどういうことかっていうと CUO って CU っていう原子と O っていう原子が一個一個くっついてるまあ今、まあ、ちょっと話して書いたけどね、まあ、あと ほだくっついてんだけど、1個 CU1 個と O が1個なの。で、ここの CU っていうのは当然そのまま CU が1個なの。でもこの O2 っていうのは O が2だから O が2個あるって意味になってる。こうなってんのね。いいこれあれだね。でも説明じゃやっぱりくっつけた方がいいね。こうなってるで。何がパズルゲームかっていうと、矢印の左側と右側で、今 CU と O の話じゃん。 CU と O のの数を合わせててていけよって言っ言それがパズルゲーム。自分の中ではね。いや、パズルじゃねえじゃん。突っ込まない突っ込まない。いいで、何がずれてるかっていうと、今、CU は1個で合ってるんだわ。でも、O がこっちが2個と1個でずれてるのね。だから、O を2個にしなきゃいけない、こっちを。じゃあ、どうやって2個にするのって、ここに2をくっつければいい。間違っても CUO2 にはできないです。なぜなら、CUO は決まってるから。 酸化度は CUO ですってなってるから変えちゃダメそこは。だからここにくっつけるしかない。でもこの、ここに2をくっつけると何が起こるかっていうと CUO をもう一個作っちゃったよって意味なの。あ、2個です。CUO が2個って意味。ほら、O が2個なったじゃん。お、揃った揃ったと。待てと。もう1個待てと。CU が2個になっちまったぞって。こっち1個しかないじゃん。 じゃあどううするっっててこここにも2をつければいいんだよねこうやってそうすれば CU がもう1個ここに出てくるから矢印の左側と右側で CU が2個 O が2個揃ったこれで完成です。化学反応式はごめんなレベル1で長くなってしまったんですけどちょっと熱弁しやすくてここはねどうしてもできるようにしたいんだここね。で今回の主役の酸化銀です。で酸化銀に関してはまず銀ですね。 これささっきさ家に溜まった AG なんだけど銀ってで酸素は O2 で持ってきたんだけどさ女の子で使ってる子とかいるかなこれ映るこれはなんかパウダースプレーなんだけどこれ AG ってたまにあるよう、ね、にこれ,、ねこれね、銀を使ってるやつなんで AG を書いてあるっていうのはどうしても言いたかっただけ以上ですもし家にあったらちょ見てみてお母さんとか使ってるかもしんないからでその酸化銀のなんでレベル2かっていうと CUO とかさあるじゃなかなんだけど AGO じゃないんだよね酸化銀って 2 o なのこれ覚えて三化銀ね三化鉄とか他にもあるんですけどもこの2つぜひ覚えていきましょうあとは数合わせゲームですえパズルゲーム数合わせゲームパズルゲームじゃあ数合わせゲームだごめん <laughs> まあいいかでえっと本当はこんなの図書かなくてもいいけどねで AG2O っていうのは AG が 2です。つまり AG が2個と O が1個って意味ねさあ数合わせしていきましょうまずは O を揃えます O を揃えるだから O を2個にしたいのでここに2をつけますってことで AG があこの AG2O、えー、AG がの2個になるで O は揃いました OK だよねじゃああと AG をいじります今こっち AG が4つになっちゃったのでここも4つにしなきゃいけないだから ここに4をくっつければいいそしたら AG4 個になるからもはやかけてない <laughs> こうやってねで数合わせが終わったので今回の答えはここですここちょっとこれカッコにしときますね答えではないのでいいかな、まあ、こんな感じでやってくださいごめんなくなっちゃった。 でラストですね、えー、低気圧高気圧前線について説明した部分として正しいものを愛の中から一つ選びなさいまず答え言った後に残りの選択肢ここもすごく大事なことが詰まっているのでそれを、えっと、付け足しで喋っていきますまず答えこれは「い」ですこれねやりやすいんですよだって「い」ってさ高気圧は周りよりも気圧が高いところであるそうで周りよりも気圧が高いから高気圧です高気圧って漢字書いてるからね 低気圧は逆です。周りよりも気圧が低いところを低気圧と言います。まあ、そのまんまですね。漢字で見るとね。いいかな。で、残りです。まあ、よかったら、ここも聞いてくれると嬉しいですね。まず、あぐからいきましょう。あ。低気圧があります。低気圧の中心部では下降気流となっていると書いてあるんですが、まあ、その、これが間違いなんで、上昇気流が正解なんですけど。 低気圧の周りって風が発生していてですねどうなってるかって反時計回りりに風を吸収しておりますだからこういう感じ反時計回りに風が入ってるので風がグワーって入っていてこの差と分かりにくいけど上にちょっと図でおかしいけどね入ってきて入ってきてこうやって上に上がっていくのこうやってだから上昇気流が起きます反時計回りに風を吸い込んで上昇気流です で自分はこっちを覚えるの結構好きでなんでかっていうと高気圧これの真逆なんだこの図さえ覚えておけば高気圧は下降気流です上から落ちてきます上から落ちてきてこの矢印の反対に出てくのこうやってだから時計回りに出ていく方になっちゃう半時計と時計がさ混ざるじゃんかだから自分吸い込んでグインのがちょっと覚えやすいんで低気圧を覚えるんですけど半時計回りに風を吸い込んで上昇気流っていうね いいかなまあ、だからあの選択肢は違うことを書いてるのバツですで次「う」です,でですね前回の主々だったかなの時にあの前線の話しましたけどいか寒冷前線の付近は乱層雲ができることが多いこれ違います乱層雲っていうのは騒雲なのでまあイメージしたら横にこう層になってる薄いモコモコ雲ですねこれは温暖前線ですこっちができるのは ランソーンは温暖前線でえー、っとしょ関連前線は積乱雲ですね縦長の自分が書くとこう縦長の雲ですこれが積乱雲関連前線のところに発生するのはこっちですねいいかなこの違いも覚えておきましょうそして絵 るかなあーギリギリそうね温暖前線の近くでは寒気が暖気の上を這い上がっていくと、えー、温暖前線の、まあ、4日見た断面図はこんな感じになりますでこれにはですね、えー、っとまず寒気と暖気の関係あったかい空気と冷たい空気なんですけど上に行くのは暖気です暖気だよ上に行くのはで温暖前線っていうのはもともと寒気さんがいたわけですわ そこにダンキさんがぶつかってきますこっち流れこっちね暖気さんがぶつかってきて上に乗っちゃって緩やかにこうやって乗っていく感じ上を這い上がっていくだから逆なんだよね選択肢選択肢は寒気が暖気の上って言っちゃってるから逆になってるでこの這い上がったとこに横にこうやって薄い卵巣がえっと卵巣になってるかができていくイメージだからこうなる 温暖前線はねいいかなまあこのね、えー、まあちょっと関連前線の座書けないんで端折りましたけど、まあ、この辺もしっかり押さえておきましょうはいということで今回はですね高校受験対策の趣旨シリーズ第14弾やらせていただきました途中でも話しましたけど是非ねあの右上とか下にもあの補助教材じゃないけどもともと授業動画やった部分を確認ができるようにリンク貼ってるものもあるのでよかったらセットでね見てみてくださいではまた次回の趣旨で会いましょう ん締めがちげえなありがとうございました。